愛知杯は日本中央競馬会が中共競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は農林水産省商店愛知杯と表記している。聖賞は農林水産大臣賞、愛知県知事賞。1963年に創設された4歳以上の馬による重賞競争で当初は 中京競馬場の砂2000メートルで行われていた。1970年に中京競馬場の芝コースが完成し、以降は芝2000メートルで定着。試行時期は幾度かの変遷を経て、2015年は休止し2016年からは1月開催となった。1972年に内国産守護場の奨励と保護策の一環として、 父内国産馬限定競争に指定され、以来2003年まで、父内国産馬限定の重賞競争として行われてきたが、内国産守護馬もリーディング上位を争うようになったことに加え、牝馬の出走機会を広げ、優れた牝馬を育成することを目的とした、牝馬重賞競争体系整備の一環として、2004年より牝馬限定戦に変更されるとともに、 外国産馬も出走可能になった。地方競馬所属馬は1998年と1999年及び2006年より2014年まで出走可能だったが2000年から2005年まで及び2016年から2019年までは出走できなくなった。2020年からは地方競馬所属馬も再び出走可能になった。また外国馬も2006年より 出走可能になった。以下の内容は、2021年のもの。出走資格、サラ系4歳以上品馬、2020年1月18日、以降2021年1月11日まで1回以上、出走馬、女未出走馬及び未勝利馬負担重量、ハンデキャップ2020年の一着賞金は3600万円で、以下2着1400万円、3着900万円。 4着540万円、5着360万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。